味噌ロメンさん、味噌ロメンさん、最近見始めて楽しんでるんですが、腰痛さんってどのタイプなんですか？エニアの話、エニアの話、エニア、あ、じゃあここから、はい、ショータイム、二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。ここ切り取って一本作る。ということで、うん、腰痛さんという方、はい、外録の出演者、はい、腰痛さんに出ていただいて、うん、まあ、1時間半ぐらいお話しいただいたんですけど、うん、まあ、基本的にはあの腰痛さんの、うん、まあ、子供時代から今までを、うん、まあ、ちょっと振り返ってもらった感じ、はいはい、要はまあ、うん、俗に言う自分史ですね、うん、自分史って自分史と言って、まあ、差し支えないと思うんですけど、はい、そんな腰痛さんを見て、うんうん、何タイプだと思ったか、うん、二等兵の単位ですか、はい、腰痛さんと話をしていて、うん、まあ、これが合ってるかわからないんですけど、うん、まあ、声が、うん、あの腹から出てるような感じ、低い感じと、うん、なんて言うんでしょう、動かない感じ、あ、要はなんか僕のやり方がある、僕も僕のやり方があるじゃないですか、うんうんうん、結構で僕は結構なんか臨機応変になんかその場に応じてさっさって、うん、あ、じゃあこの風にやればいいんですね、うんうん、こうやってやればいいじゃないですか、うん、っていうタイプなので、うん、でなんかしきりになんか腰痛さんにそんなようなことを言うんですよね僕は、うんうん、え、こういうやり方って、うん、でフィッてやると、うん、なんかズボンピュッヒュッみたいなズボン俺は違う、うん、みたいなのを感じたんですよ、うん、で僕はその腰痛さんをあのツイッターをフォローしてるんですね、うん、でフォローしているので常々そのあの言葉とかを捉えて、うんうん、あ、なんかタイプ4っぽい人だなと思ってたんですよ、うんうん、僕は、うん、でタイプ4っぽい人だなとか思いながらも、うん、昨日このお話をしていると、うん、なんかその自分の中になんかその正義感みたいな、うんうん、で正義ルール、うん、に反する人がいると我慢できないっていうのがなんてずっとあるような気がして、ああ1なんだと思ったんですよ。でタイプ1、ああ確かに4とつながってるもんねっていうのがあったんですけど、隊長どう思われました？僕もまあツイッター見てると、はい、まあ、やっぱり4だよって思ってた、思う。はい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 、まあ、最初に出てもらう前もツイッターをフォローずっとフォローしていて見て、はい、あ、この人4だなと思いながら動画出てもらうじゃないですか、はい、で4じゃねえなってなる。はい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 、1本目の動画の時になりましたね、はい、でもやっぱりツイッターを見てるとやっぱりこの人4じゃねえかなはいはいはい、はい、って思って昨日もまた出てもらって、はい、やっぱり4じゃねえなみたいなそんな感じはありましたよね。ありますね、はい、で、まあ、僕もまあ、ガッツセンターっぽい感じはするんですよ。8、9はないとして、はい、8、1。そうですね、うん、要はなんか、なんか自分のやり方、うんうん、自分のやり方、強い感じ、はい、うん、9だとは合わせるじゃないですか、相手に、はい、にこやかに、はい、うん、その辺はないんで、9はないだろうなみたいな、はい、で、まあ、正義なのか、なんか自分のやり方なのか、はい、っていう感じは。僕はなんかそれをすごい、うん、正義に見たんですけどね。正義、うんと、8の人も正義ってうちの親父が言うんですよ。はい、まあ、消防士だ、元消防士で、はい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 、こう部下たちにもう使命感を持って取り組めみたいな、はい、お前はそれは本当に使命感なのかみたいな。ああなるほど、うん、でもそれってなんかご自身のやり方みたいなところってないです？ご自身のやり方っていうと、要は使命感を持て、うんうん、ああそっか、このどっちも取れるな、それは。なるほど、どっちとも取れますね、うん、どっちとも取れるじゃないですか、はい、うん、なのでこう、まあ、その辺がまあどっちかが分かんないかなみたいな、はい、8っぽくもあるし1っぽくもあるし、はい、怒り方は8っぽい感じがするんですよ。あ、もううちの親父みたいにすぐ文句言って喧嘩になるみたいな。あ、コンビニで喧嘩になりコンビニで喧嘩になり仕事に出れば喧嘩になり、うん、あ、だからよくこう子供の時とかもなんかご飯屋さんとか行くじゃないですか、はい、で夜の時間行くと並んでたりするじゃないですか。
はい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 、でこう間違えてこう店員さんが違う人を呼んだりするじゃないですか、はい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 、順番飛ばされたみたいな、はい、もう絶対文句言いに行きますもんね、はい、でなるほど。だとなんか行った方も気分悪いじゃないですか。行った方も気分が悪いからこうあどうぞみたいなあなんかもう怖あ言い方が怖いじゃないですか。はいはいはい。蜂の感じの怒りをもうぶつけてる感じ。でも腰痛さんってその辺なんか違う感覚ないです。どういうことですか。言い方とかも、うん、なんかその怒りをぶつけてるんじゃなくて、うん、あくまでなんていうんだろう、うん、正論みたいな。でも一の正論は怒りじゃないですか。あもちろん怒りなんですけど、うんうん、要は言い方。言い方と、うん、その悟し方というか。でもうーんと蜂っぽいなとは思いましたけどね。あ腰痛さん昨日あのなんか僕の位置だと多いとか言わない感じ、はい、でこう正論を淡々とか言う感じだと思うんですよね。だからそのあんまり感情が乗らない感じ、多いみたいな、はい、並んどるだろうみたいなことは言わない感じがするんですよ。腰痛さんはなんかこう口調がこうきついじゃないですか。きつい感じはしますね、うん、っていうとこです。あの、うん、たけってる感じはありますよね、うんうん、なのでまあどっちも分かんないみたいな。8じゃないとも言い切れないし、はい、1じゃないとも言い切れないしみたいな。この辺がまあなんか口調なんで育った環境みたいなのもあるじゃないですか、はいはい、でもこう結構なお坊ちゃん育ちじゃないですか。あの結構な、まあ、エリート街道というか、エリート街道、はい、はい、でそうすると育ちはいいと思うんですよね。育ちはいい、そう、はい、うちの親父と違って、我々とも違って、そうってなるとやっぱり気質的にああいう口調になるのかなとか。なるほど、うん、だとまあいそう難しいとこですよね、うん、難しいとこで、まあ、なのでどういう思いなのかみたいな。ただ僕の中でも読んではなくなりました、うん、読んじゃないんだろうなとは思ってます、うんうんうん、はい、が、まあ、あとは MBTI だとどう思われました。MBTI だとまあ分かんない、 F、E、E ですか。内向外向。外向。外向ですか。はい、いう感じじゃないですか。あ、うん、EN、 EN、 まあ、S? S、 S か N かはまあよく分かんないですけどね。 S、 TP? いや F じゃないですか、感情。 ES、 FP? あ、まあ、分かんないな。だと僕ですよ共感的なレスポンダーですよ、うん、でもこう感情を優先してる感じはあるじゃないですか。あ、僕の中で、はい、まあ、T と F って、はい、まあ、効率重視の人か、はい、感情優先の人か、はい、で感情を優先してる感じはするんですよ。ああ、そっか、うん、自分のやりたいこととか、はい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 、まあ、そういった感じ。だからあそこまで学歴があったら、はい、多分もっといいところに就職、効率的に考えるともっといいところに就職して、はい、でやればもっといい生活ができてみたいなことを考えるのが T かなみたいな、はい、それよりも自分が思ったように感じたように生きていくんだみたいなのが F かなって思ってるんですけどなので F かなっていう。なるほど、うん、僕も内向か外向だと僕は、うん、あの仮面さんが今内向だと思いましたってあって、うん、僕もどっちかっていうと内向なのかなと思ったんですよ、うんうんうん、どっちかってまあ分かんないですけど、うん、で S か N かはまあよく分かんないです。 S と N が僕も僕自身もよく分かってない。もう僕も分かってないです。なんかこう S の説明を見れば、はい、ああ S っぽいと思うし、はい、N の説明を見ても、S、N っぽいと思う自分が。もうどこも真ん中かどこも。なので S と N は本当に違いがよく分かんないですよっていうとこで。味噌ロメンさんどうでしょうどうでしょうって。エニアグラム、うん、あとはまあこの味噌ロメンさんがどう思ったかですよね、うん、うんうんうん、